こんばんは、ひづきチャンネルです。イエーイ。はい、ということで、はい、ひづきせいじです。はい、ひづきせいじです。こんばんは。はい、はい、電脳幻想会の後です。後です。はい、今日はなんか緩い感じでね、最後まで俺自身が緩かったんでね、まあ、喋りも歌も緩かったんで、ちょっとね、僕もね、1曲目でね、ちょっとあれですね、動揺すると弱いところが見えてしまってしまって、ちょっとあれですね、また練習しておきます。まあ、いいんじゃないでしょうか。はい、まあ、いつも通りということで、ね、はい、よろしくお願いします。まあ、今日は2曲やりましたけどね、まあ、もっと他にもね、やりたい曲はあるし、まあ、だから選んでくれたら、これとこれって言ってくれたら、次はウィズ・ザ・ウィンドウィズ・ザ・ウィンドのもう1曲。ブルージーナイトとかブルージーナイトとかレディーフォックスできるできるんちゃうかな。あれちょっとね、自分も思い出さなかったけどまあでも何回か聞いたら思い出せるからね。思い出せる。レディーフォックスできたらカップね、あれね、よく言ってたね、あれね、ちょっとじゃあ練習はしてみましょうか。レディーフォックス、レディーフォックスやるとかって、もうちょっと難易度低いのから、低いの歌物しながら練習しといてみたいな。まあ、なんやろね、ファーストからやったらメロディーとかね。あ、メロディーいいんじゃん。メロディーやろ。でも赤身でメロディーできるかな、あれ。超8ビートとかね。いけるよ。考えながら。俺ようやってるし。まあ、そう。普通に刻んだ出るよ、8ビートか。出るかな。出る出る。まあちょっと、なんか。メロディーする？メロディーしますか。メロディーな。できる。昔の代表曲。カイン、初期カインの代表曲。あれで、あと10分で大体、あと10分かなっちゃうかなと思いますけど、あれ、あれね、ファーストの、ね、みんな好きですよね。あの時、ファースト何入ってたかな、シャウト入ってたかな、シャウト、俺も思い出さんな時、歌は覚えてないよね。何やったっけ、ジューンと、2曲目何やった覚えてないね。シャウト、ノーマネー見たら分かる。ノーマネーはセカンドファーストちゃん。メロディーで終わってたよね。メロディーで終わった。ジューンで始まってメロディーで終わって、ファストデイズ入ってたよね。ファストデイズ。ファストデイズ途中で変えたもんね、歌詞。変えた。ちょっと歌メロちょっと変えた。本当に見ようか。調べてます。いや、今日ちょっとあの。携帯に入れたから。あ、そうなの。ちょうどいい。全曲入れたから。歌入れた。歌というすごい。俺 MP3 プレイヤーには全部入ってんねんけどね。ファーストはジューンですね。ジューン。次はやっぱりシャウトね。シャウトね。レッドミーダンス。あ、レッドミーダンスやる。俺も超ポップやからね。レッドミーダンスいいんじゃん。あれみんな好きやで、ね、意外と。レッドミーダンスだね。初期会員のファンの頃はみんなレッドミーダンス。レッドミーダンス。ファストデイズね。マイプレイス。あ、マイプレイス。マイプレイス、ね。そうそう、今日俺マイプレイスもしようかと思ってんけど、今日はもうあのスクールデイズ入れたから、外したから。6曲目メロディーが、ね、全部懐かしいね。懐かしいね。ファーストから順番に行ったらいいじゃん。前から行こうやつ。それ面白いね。ね、まあ、シャウトなら。シャウトでもいいよ。あ、じゃあ、じゃあ、いいですよ。メロディー順番で言うたら、だから順やってるか、シャウト。シャウトやね。シャウトですよ。ちょっと待って、まあ、練習するわ。まあ、ちょっととりあえずできるところからやらんとあかんねん。できるところ、はい、まあ、そんな感じでいこうと思いますんで、はい、会員ファンの人、懐かしい歌を歌っていきますよ。セカンドいきますか。セカンド1曲目、ゲットアップ&ゴー。あ、ゲットアップ&ゴー、よりいいね。パンプな感じのね。2曲目、暴走トレイン。あー、暴走トレイン、俺やってないわ、そういえば。あれやれるね、ソロで。3曲目がブルージーナイト。あ、ブルージーナイト、ね、あれよかった。4曲目がノーマネー。ノーマネーね。ノーマネーはちょっとアコギでやりにくいか。まあ、やれんことはないけど。5番目がムーンオーバー、ね。あー、ムーンオーバーね、懐かしい。チャララ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 ラ
懐かしい。5番目がウォーキングダッシュ。ああ、これ何回かやったことある。なんか日月チャンネルでも俺歌ったことあるわ。あの弾き語りで。そうそう、だから日月チャンネルも最近ね、もうあの喋り動画とあのライブ動画の切り抜きが交互に来るというパターンになってしまったから。ちょっとね、これを掘り起こしていったらかなりのシリーズになっちゃう。掘り起こしていってね、ちょっとライブのね、1曲ずつのやつ、いいのか悪いのかちょっと分からんねんけど、まあいろんなね、来ました。測ったかのようにカツうどんがやってまいりました。はい、さっきもバードヘッドのを撮ってたら、まさちゃんの B テーションが来ました。はい、これがカツうどんです。すごい。電脳のね、エンディングトークではカツうどんにするか悩み中ですっていうことにしましたけど、やっぱりカツうどんにしました。カレーうどんとカツうどんのうどんの二段締めということで、うどんでいやね、ありがとうございます。はい、いやいや、いいよ。まあとりあえずね、まああの、まあ、それぐらいまでいいんじゃん。いいですか。サードコースでセブンスまで行ってね、セブンスはちょっとベスト版的なね、印象があるけどね。そんなになんか思い出を語ったああ、思い出語ったらいい。7個できる。7個の。ああ、ほんまやね。それいいね。ちょっと次のネタに置いとこう。写真、ジャケット出してね。BG 入れてね。それはいい。ああ、それいいんちゃう。ファーストの頃は、みたいな。結成当時は、みたいな。ドラムがいなくて、みたいなね。そんな話ね。ファーストセカンドがドラムなしよね。そうそう、ファーストね。サードはもう入ってないけど。サードは数だよ、数よね、数。数。で、フォース、いや、フォースも数。数やね。で、5番目。5番目から、USK。USK。USK。なんかユースケ率高いユースケ、そうそう、ドラム結成時のドラムユースケですけど、カインのドラムもユースケです。でも別人です。違うユースケです。元気してるからね。また帰ってきた時やりましょう。見てくれてる。そうそう、帰ってきたらね、すぐできんねんけどね。イナちゃんギターでスタンバイしね。ちょっとね、森やね、森がね、なかなか。でこの間なんとで会員やった時、あのマサさんの方が森っぽい、森っぽい、あのギターの弾き方というか、あのメロディーをねピューって弾くあの感じが森、もうすげえ森っぽいとか言ってね、似てる感じですよね。だからね、マサさんと仲良くなったかもしれへんけど。かもしれない。イナちゃんはチャキチャキ。イナちゃんはうまいけどね。パキパキ系やね。もう電脳出てるギタリストだよ。イナちゃんはトップクラスにうまいと思うね。ちゃ安定感が違うからね。安定感が違うから。絶対に間違えないのね。あら、すごいと思う。はい、話それましたが、まあそんな感じでね、会の歌をやりましょうということで、はい、まあライブバーとかね、ないのならピックでやってんの？ピックまだやってんじゃん。ピックやってるな。ピック出ようや、ピック出てみたいから。一回見に行っただけやから。ちょっと余力があるか分からない。練習する余力が。6曲ぐらいやろ。6曲ぐらい。ベース弾く？俺はボギー弾いて、ベース弾く？そのパターンもあるから。違うないのな。まあでも舞台でやるやったら、上手いですね。まあ、ライブ終わったら座ってやったり、まあ立っててもそんな激しいことせえへんから。ロジアベンはいつでもちゃうけど、出る日があったら全然。だからここのプラチナ食堂のオープンマイクに2曲ずつ登場するという手もあるけど、配信しながら仕事帰りね。あ、俺もちょっと平日は第4水曜日ね。まあ出番最後のやったらこれんことないけどね。まあ職場がね、ちょっといろいろあって忙しい。はい、いろいろありますが、はい、まあ何かしらやっていきましょうか。せっかくですからね。俺らが歌わないと誰も歌わないので、あの歌たちは。まあでもなんだかんだでかいライブ多かったからね。それなりにこうね、いつもやってる曲はすごい回数やってるんで、すごい回数やってるね。思い出して、まあ何曲かはね抜いて今も俺やってるしね。顔は声でもそうやし。ね、自分の曲を中心に掘り起こしていきたいと思います。はい、そんな感じで、はい。
いいですか、もう宣伝、まあ、10日、これ10日まで上がるか分からへんけど、 DSD とバゼットは上げると約束したんで上げます。まあ、はい、はい、見ておいてください。10日はフルバンですね。10日はケセジ全員来ます。はい、ケセジは2部やね、2部。2部、はい、ね、あの1部2部ってなんだ、1回休憩入る。休憩入るって感じだと思うね、多分。うん、入れ替え制ではと思います。はい、入れるんですか、大丈夫でしょう。はい、見てください。はい、練習します。ね、ちゃんとバッチリ行きますよ。はい、はい、そんな感じで、はい。またよろしくお願いします。はい、それでは今日この辺でバイバイ。